これはどちらでしょうか。はい、今日は阿部野の方にやってまいりました。阿部野、はい、はい、阿部野、僕も今日久しぶりなんですけども、はい、もうなんかこんな大きな商業施設ができてまして、はい、キューズタウンっていうらしいんですけども、キューズタウン、はい、前まではこうね、なんかごちゃごちゃっとあのお店がたくさんひしめき合うようなイメージだったと思うんですけど、はい、以来なんかこう小綺麗な今風の商業施設になってしまいまして。なるほど、はい、でちなみに今日はどちらへ、はい、でそのごちゃごちゃっとあった中にですね、明治屋さんっていう老舗の居酒屋さんがあったんですけども、はい、そちらも移転してこの中に入られたということで、はい、今日は僕も初めてなんですけども、ちょっと伺ってみたいと思ってます。じゃあ早速行きましょうか、はい、その明治屋さん、はい、明治屋さんです、はい、今までも何度も来られてるんですか。その移転される前はですね、何回も来てまして、はいはい、なんですけど、これねちょっとこの構えがなんか前と全く同じで、ほう、ちょっとそのショッピングモールの中いう雰囲気じゃ全然ないんで、ちょっと僕も今うろたえてるんですけど、なるほど、なんかほんまにね前のもう寸分たがわず前のままですこれ、はいはいはい、じゃあもう早速、はい、ね、入らせていただきましょうか、はい、いきます。これもびっくりしたけど、中も全く前と同じですね。こうやって見たらなんか前のお店に似てるようなここも気になってきますよね。そうですね、錯覚しある人もいてはりますね、うん、ね、はい、この辺は全部前の店から持ってこられたんですか。そうです、全部持ってきました。壁と床以外は持ってきました、はい、壁と床は確かにね持ってこられないですねまずは何を、そしたら、まあ、ビールを、はい、はい、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、いただきたいと思います。一気飲みですか。ビール、どや。いや、そしたら、木寿司、はい、いただいていいですか。はい。はい、木寿司って何ですか。木寿司ご存知ないんですか。しめ鯖のことですね。しめ鯖のこと木寿司って関西では言うんです、はい、有名なんですかね。ここの木寿司は美味しいです、はい、はい、木寿司ありがとうございます。来ましたね、はい、うわ、ピカピカです、はい、木寿司どや。どんな味ですか。このです、お酢がねものすごい優しい感じで美味しいです、うん、やっぱりこの明治屋さんに来るとそれは絶対頼まないといけないものです、うん、絶対頼まないとダメです。これはほんまに美味しいです。じゃあもう次何か頼みますか。はい、そしたらシューマイお願いします。はい、はいはい、ありがとうございます。うまい。シューマイどや。うん、このね柔らかいんですよ、めちゃくちゃ美味しい。なかなか今日は無口ですね。なかなかちょっとね
そうですね。なんか緊張してはりますか。緊張しますね、やっぱこういうね老舗の雰囲気に飲まれてしまって。はい、どうぞ取ってください、どうぞ取ってください。なんかまだこうちょっと固まってますね。なんかね、なんかね、いやこうね、常連の皆さんがいると何を言っとんねこの若造はみたいに思われてるかな思って。あともう一つ定番で湯豆腐もね。湯豆腐。湯豆腐はもうちょっと気温が下がってから。あ、そうなんですか。ないんですか。ないんです。それは残念やな。はい、もうすぐ始まります、ね、湯豆腐とこれと木寿司が一応なんか三大メニューみたいな。そうですね、ね、はい、残念です、はい、残念です。そしたらあの、あれもらいます、あのイカ団子。はい、はい、お願いします。多分ちょっと熱いと思いますよ。それ何が期待されてるんでしょうか。ちょっとやってみます。いやだから熱い言ってるでしょ。いやでも美味しいな。イカ団子どや。これは僕に一番、実はここのメニューで一番好きなんです。実はもう最高です。イカをこうミンチにしてこう団子にしてあげてあるんですけど、はい、うん、美味しいです。これはあれだ、うん、最高ですね。ちょっとお酒飲みたくなってきたんですけど。日本酒いいですかね、はい、何を飲まれますかね。あそこにやっぱりあの鎮座してますね、はい、あの樽酒を。樽ですね、はい、いただきたいと思うんですけども。また年季入ってますよね。どうですよね。そうですね。すごいな。あ、 ありがとうございます。はい、これなんていう樽酒なんですか。奈良の梅の宿です。梅の宿。梅の宿。梅の宿。はい。じゃあちょっと梅の宿いただきます。ああ、樽のめちゃめちゃいい匂いがします。どうも。幸せそうな顔ですね。うん、樽酒どや。これはね、うまいです。これはね、本当に危険なぐらい美味しいです。うん、よく見るとそのおチョコも明治屋。そう、明治屋さんね、この皆さん、このとっくりにもこう明治屋さんで。あ、もう酒歌もあれが出てくるんで、はい。もうほんまね、細部に至るまで前のお店のままです。あのなんか牛のね、牛の置、うん、物とかのだるまのなんかレリーフみたいなのこうね、神棚とか、はい、うん、本当に全く同じですね。なんかタイムスリップしたみたいな気分ですね、本当に。あ、すみません、ちょっといい気分になってきました。ちょっとなんかメニュー見て、どれもね美味しそうなんですけども、すいません、あのうなぎの肝っていただけますか。はい、いただきます。うん、うなぎ肝、お酒に合いそうですね。うん、もう大変なことになってきました。すいません、はい、あの冷たいお酒をいただきたいんですけども。はい、はい、じゃあの新亀、何かおすすめあれば。新亀っていう生のお酒を。はい、じゃあそれをお願いします。はい、
どこのどういうお酒なんですか。あの埼玉の。埼玉なんですか。はい、埼玉のお酒です。生タイプの酒なんですけど。おすすめ。はい、あの今ぐらいの時期が一番味が乗ってくるタイプのお酒になります。はい、じゃあ秋ぐらいが。はい、新亀。はい、はい、じゃあ新亀いただきます。新亀どや、どうですかお味は。ものすごいフルーティーで、これは美味しい。これはやばいですね。これを飲み出すと多分ね、もう帰れなくなっちゃいますね。美味しい、美味しいです。一人で静かに飲むっていうのも、いやね、ちょっと大人になった気分ですよね。本当に。誰と喋るわけでもなく、こう、そうですね、お酒をこう味わうというのがなんかいいですね。一人酒、どや。すいません。あ、すいません。あの野菜炊き合わせをちょっとお願いします。はい。うん、野菜炊き合わせ、いや、ものすごいなんかこう、あのほっこりしますね。これ美味しいな。うん、いや、本当に本当にいいお店ですね。なんかすごいあの幸せな気持ちです今。どうですか、あのお店こちらに移転されて、はい、なんか常連の皆さんとかなんか変わったこととかあります？変わったこと、変わったことは常連さんに関しては別に喜んでいただいてるんで、あの良かったと思います。でもあの、まあ、お一人の方がちょっと少なくなったかなとは。そうですか。いや本当、でもね、あのこんな素晴らしいお店がちゃんと前のまま、ね、残って本当に素晴らしいですよね。ありがとうございます。もう皆さんに助けられて、みんなに助けられて今あのできてるお店ですね。営業できてるお店、はい、やっと思ってますけど、はい。ありがとうございます。いただきます。明治屋ブラ。すみません、あのこれあの実は番組のこういうステッカーがありまして、はい、あのお渡しします。あのお店によかったら貼っていただけませんでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、いただきます。失礼します。どや。大繁盛ですよね。もう満席でしたからね。いやほんまに、あの このね、こういう素晴らしいお店が、はい、もう昔のねそのまま残ってるというのは本当に素晴らしいことかなと思います。本当にもう嬉しいです。僕もありがとうございます。はい、ちょっと飲みすぎました。いやいや大丈夫です。ちょっと日本酒飲みすぎました。じゃあ今日はこの後は、はい、今日ちょっとこの新しいこのここをちょっとあの探索して、はい、行きたいと思います。わかりました。はい、じゃ あの気をつけて行ってらっしゃいです。はい、どうもありがとうございます。美味しい店を教えてください。はい、失礼します。いらっしゃい。